進行でございます、はい、これから伊豆に向かいますが、はい、残念ながらちょっと雨降っちゃってます ね天気は今 BM の前です。 BM の前です。一周しか、はい、ちなみに、あ、ママちょっとそこのパネル映してどこ、そこそこ、あ、ちょっと映ってない、ここで、はい、はい、テンション上がる、はい、じゃあ運転者さん、はい、はい、脇見運転しちゃいけません。というわけで出発進行いたしました。普通のあれね、旅館でしたね。なかなか、え、俺ここで一人で寝たいんだけど。え、ミキー、そこの外でもいいよ。やだね、こうちゃんとね、温泉がこういうふうにあってね、もうこっちが脱衣所で、そう、思いっきり外の道から丸見えで、目の前は海でございます。しかも何気にいつも通ってたっていうね。そう、普通に通ってる道でした。旅館なんかね、でもサービス良さそうだよね。うん、面白いですね、うん、中井さんね。めっちゃ化粧ついてる。ああ、塩がね、うん、お湯熱かった。あ、熱かった。どうぞ、ちょっと触ってみたい。今俺お母さんどうどんな感じでしょう。お、熱い熱い、ほんとだ。おお、温泉、温泉、温泉でございますね。なんかこんな、結構古いんだけど、いい感じだね、悪くはない。ね。ね。うん。そんな感じ。露天風呂ね、こんな感じですね。なかなか、うん、いい。もう半露天だとね、屋根こんなになってますからね。なかなか悪くないですね。もう全体的な景観。この中の道が、こんな感じであって、で、外入れ込む。もうちょっと晴れてるとね、もっといい感じだったのかな、みたいな感じですけどね。はい、おはようございます。おはようございます。朝から、温泉でございます。しっかり天気良くなってます。ね、いい天気だよね。うん。バッチリでございます。うん、で、昨日の夕飯も美味しかったけど、今日は朝飯食って、今度はキャンプ場の方に行きたいと思います。はい。緊急作業中だもん。緊急作業中で、ね、うん、土砂崩れだ。土砂崩れかな。うん、工事中にあれなったんだ。土砂崩れになった。今ホテル出たばっかりなんですけど、土砂崩れでしたね。ホテルに土砂崩れになるのが良かったね。え、良かったね。ああ、違う、土砂崩れじゃないね。違ったね。ただ道がなんかあれしたみたいだね。いや、ここなんか橋のさ、作業してて、違う、橋ないよ。え、それ、増幅したんじゃないですか。 橋違うって。橋は違う、そこそこだけど、橋はこっち側。というわけで土砂崩れではなかったよ、良かったね。おしまい、はい。オートキャンプ場の方に着きました。オートキャンプ場、花沢だったっけかなっていうところなんですけど、国道沿いでございます。国道沿いに、もろにすぐにある、こんなところでですね。天気持ってくれるといいんだけどな。ちょっと曇ってね、たまにポツンポツンしてるんですけど、今回はランタンのスタンドとか忘れちゃったし、ミキが乗りたい乗りたいって言うんで、結局このバスの、はい、ハイバスの、ところでこんなところでございます。最初パパあんまり乗り気じゃなかったけど、うん、ほら見ろ、はい、一番先生、遊べるのがね、こんなところあって、ちょっと撮ってはいはい、バスのね、車掌さん、これ運転手さん、運転手さん、車掌じゃないか、運転手さん、ダブルガッチね。どうしてみたい、こっちがバックで、こっちがローで、セカンド、サード、ナス、トップ。
はい、ここな何だったっけ？オートキャンプ場花沢。花沢キャンプ場 ね、うん、で、今日の夕飯のお供は、はい、はい、ドイツのワインで、うん、ピースポーターミヒェルスベルグ、うん、そういうわけで白ですね、うん、はい、で、ズーチーに焼肉に、はい、ここにおにゃらら、そしてワインを置けない、そしてなんだかわかんないあのカレースパゲッティをカレー、うん、作りました。というわけで、はい、皆さん乾杯いたしましょうか。乾杯いたしましょう。はい、ボーボー言ってますが、ボーボー言ってますが、ボーボー言ってますが、肉だ、はい、はい、では、はい、はい、乾杯。乾杯。あ、甘くて美味しい、うん、甘い。おー、甘ー、本当だ、うん、ドイツワインだったよね、ドイツ、うん、というわけでいただきます。おはようございます。ただいま、約5時ぐらい。そうだね、うん、もう昨日の雨はねめちゃめちゃすごかったけど、なんとかね、うん、あのこのバス頑張ろうで持ちました。うん、雪はまだ寝てますね。で、あんなに降ったからもうびっちゃびちゃだと思ったら意外に雨流れちゃって、外はそこまでじゃないです。よいしょ。とはいえ、まあ、車びしょびしょですけどね。空はね、なんかね、あっちの神奈川方面とか真っ暗だけど、ちょっと南伊豆の方も曇ってるからどうやって帰ろうかなみたいな感じはあるけど、ここの真上はね意外にそんなに雲が濃くないです。でもね、さっきから1時間半ぐらい前までかな、ここはね土砂降りでしたけどね。こんな感じで昨日は富士山見えたけどね、今日はちょっと見えてないですね。てな具合でございました。